スタミナないから。まあ、いっか、コンボからで。うん。じゃあ一緒に。ランサー戦。金閣、銀閣を作るために協力していきます。ヒーロータイプのみだけど、助っ人は誰でもいいかもしれないので、一応、サンちゃんはパルメで、お子さんがヒーロータイプで、まずクリアさえしちゃえばいいから、楽しみやってみよう。パズルみたいだね。ねえだね。もう片あおお、これ死ぬ。え、死んじゃダメですか。あ、ごめんなさい。なんか迷ってました。あ、パズルみたいな。あ、ね、パズル。ゲー、レーザー。なハード変化検査行ってますか。OK、はい、マールのおかげで全然余裕がない。よかったよ、やっと。真ん中でクルクル回ってる。あー、回るか、暴れだしたなんか全部踏まないとダメなんだ。まあまあまあ踏んでていいっすよ、真ん中でも回るけど扉閉められたから恐ろしい。ちょっと待って、今ちょっとコンフューズしていて反対、あっ、開いた開いた開いた。はい、じゃあ次行ってください。オッケー、コンフィス、あ、もう一回、はい。オッケー、じゃあ行ってください。Okay. 押して、出てこない。もう一つ、こっちにもあるはず。あ、ある。バレロもある。でね、もっと。二つ、両端にあるはずなんですよ。ザコザコはザコはまた違わない。練習練習。あ、サンタだったな。まあそれはいっか。よっ、あー、楽しもうか。まあいいや、うん、まあまあ全然余裕。逃げててくださいよ。じゃあ最強のアルミスに当たるのは、スナイパー両側にいるからさ、ね、ああ、張った。これでつくかな、それが問題だよね。これでつかなかったら、もうこっちもヒーローヒーローで、ヒーローヒーローで頑張るしかない。きついね。ね、もっと喋り続けないとね、これね。うん。あ、ついた。おお、めっちゃ高いじゃん、いいな。俺一人でヒーロー一体で頑張って100回ぐらいコンティニューいっぱいしてクリアしたのに。オッケー。うわー、あ、これ皆さん一押しですよ。まだ銀閣金閣持っていない方、友達いれば助けてもらえればもう最強パルメで余裕ですよ。これ楽だわね。まあ友達いない方はまあコメントしていただければね、協力してあげますよ。続々行こうか、うん、パルメとマーズ出してあげますよ。うん、じゃあこのまま、はい、次このまま次これでしょ、あの
ボスのとこで、ね、そう、ボスのとこだ84、もうその番号見えると、ああ見える見える39 okay、 分かったから、ちゃんと喋りながら行こう。意外と余裕だ ね、簡単だね。じゃあ、あのマリは後ろの方で、うん、もう マディは、うん、死なないように、そう、もう逃げてるマディはお楽しみください。ね、このマルチでどういう風に画面が見えてるのかが、ね、これも珍しい、うん、ね、両画面はね、面白いね。初めてやるんだけど初めてやる、うん、で、まあそう、こいつでも、ああ、こいつ強いんだよな。強いよね。こいつね、別にマディじゃなくても強いんだよね。状態以上。これ確か電気でもレーサーじゃダメ、マルの方がいい。全くダメだね。死にそうなって言うけど、頑張って。ぜひ、あの、マルのやつで勝ってみてください。あ、サンちゃん死にそうよ。うん、サンちゃんね、無敵、ゾンビだから。ちょっと溜めて、はい、次に乗っていこう。そういうやつはバニーだよ。あ、強い。でもこれ俺がもし月に当てたら、そうだね、一発でもっと強かったから。全然減ってない。そう、全然減らないね。だからマリでやったことない一人でマリでやったじゃん。一人でもマリでもね、無限ゾンビパーティーっていう名前のゾンビ。引っ張る引っ張ったの。そうそうそう。そうだし。白猫はね、課金しないで遊べるから。まあね、別に。課金の石じゃなかったからいいけどさ。回復が。ああ、そうなんだ。やばいやばい。前のこのゾンビクリアバンドのラズルコー一生懸命ね、やっぱり死なしないよね。そう、ゾンビだ。ゾンビが永遠だ。よくわかりません。まあ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 、ああ捕まった。まあじゃあこの時点でダイヤモンドが混乱してるから、ああ、まあまあ死んだんだけど、混乱してて、あ、本当、あ、マリも死んだ。あ、キリアどうすんだ。ああ、さすが、さすがにじゃあ無理すぎてしまう。ジャンプをね、こいつでもいい。ごめん、というかまだ動きが分かんない、うん。俺もね、こんなに以外だと思ってたら、ね、ちょっと周りいない。そう、今ちょっと、あー、極めたもん。
シンガーマルがいないからね。今多分俺のこのサブ機でタミナイ属性を見たから、そいつが頑張ってくれてる感じで。あ、やばい。あ、極めたまえ。あっけ、極めたまえ来てる。死なね。見てる人はね、もう。あなたのお父さん。レイヤースキンというのは驚きだ。あ、やばいやばい。あ、こんな、こんなやだ。逃げるしかない。あ、こんな溶けたの、溶けたの、溶けたバッカー。すげえ。いるけど、こっちの方が強い。あの、あー、ゾンビパー死ぬな、ゾンビ。オッケー、来てる。これ、こいつの強いところは、あの、隣にいる本が勝手に攻撃してくれるから、SP が敵がいる限りなくならないんだよ。変更してみたんだけど、その瞬間死んだから。マリも何もあったまで、体力もないし、スキーもないし、死んだ。あ、やばいやばいやばい。やばい、やけど、もう逃げ回るしかないな。逃げろ。あれ、そっちじゃない。本当に本のサブ機が攻撃してくれてるだけで追いつけない。変なところに飛んでくる。あー、やばいやばい。これなんか、あー、やばいやばい。100本で倒せるのか。100本はいらないんだ。100本は言い過ぎたけど、100本ぐらい、50本ぐらいしか。なんか挟まれててやばかったよね。復活していい？いや、しなくていいと思う。ジェール627か。あ、じゃあ、まあ、楽しい、まあ、しちゃってもいいんじゃない。楽しい。なんかでもサブキャ誰とくんだ。すごいそうだね。そんなんだ。それでも、いや、月見欲しいの。なんか一瞬で終わった。今この 本が頑張って与えてるダメージ。あー、捕まえた。危険マークは捕まれるんだ。でもこいつ回復もね、いっぱいできるんで、すごいな。ちょっと溜めれば600ぐらいは回復する。でもね、ちょっとエイムがね、あの踏みないと普通のエイムしちゃうんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう。あー、やばいやばい。なんでそれ狙うんだ。やばいやばいやばい。逆に静かにして罪を清めたまえ。はー、静かにして。お、行ってるじゃん。すごいすごい。もう俺の画面はずっとずっとスマスターだから、プレイヤーとしては機能しないからね。あ、すごいね。バーン。このゲームもさらに能力が高いね。これヒーロータイプどうしてる。コンティニューじゃない。あ、でも前からやってる人たちは結構いろいろ持ってるから。ゾンビーこないで、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 こないで。いや、そっちじゃない、狙いそっちちゃう。もう、ちょっと、あ、やばいやばい。あ、危ねえ、おー、避けた。これプレイヤー好きだね。あ、危ねえ。さすが、さすがマリアグで倒したけあって。考え中、ちょっと、大丈夫。君なら生きる。生きなかった。ねえねえ、ここなんか詰まるんだけど、これさ、ゲームのバグじゃない？これ、復活しようか。え、なんか、今なんか、飛び込んだよね、地面の中に。
で、こいつって回復するか、こっちだ。回復しないですか？ HP は回復しない。まあ、でも、HP は回復しないですよ、さっき。うん。いや、でも透明のおかげで、HP 回復しないか。そう、人になっている。人になって攻撃しないと運営直接じゃない。パンでずっと押しっぱなしで攻撃した方がいい。倒したどうけど、何6個使っちゃった。あ、本当？ありがとうございます。おで2個、あ、じゃあおで4個で、ホットさんが2個。まあまあまあ。まあ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 。まあ、うん、前回の100本ぐらい使ったよりは全然いいね。で、まあ、まあ、こういうことなので言うと、月見の友達は、月見を友達に持ってる人はもう月見を連れていきましょう。ね。そうだね。うん、これもう一つ何もあってないの？これも倒れずにクリア。あ、それはもう自分で月見を使って敵に倒して。あ、でもそれもいらないからもらったね。もらったもらった。うん、これで、okay、そうだね。コンプリートいらないからね。じゃあこれで一応、これであと10、まあ15のところ。まあまあこんな感じで。うん、こんな感じで協力プレイなら簡単にできるということで。ね、まあほとんど会話がない。もうね、一人が逃げて一人が攻撃。月見持ってたら本当に楽だと思う。だからまあ ね、まあ、月見持ってる人はみんなの強い友達、みんなに助けて、みんなを助けてあげて。うん、じゃあねー、また。はい、ありがとうございました。